礼拝唱詩、礼拝への招きの言葉。本日はホセア書第6章1節から3節をお読みいたします。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。2日の後主は我々を生かし3日目に立ち上がらせてくださる。我々は見舞いに生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。お差し障りのある方はそのままで結構です。お立ちいただきまして、新聖歌17番をご一緒に賛美いたしましょう。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは前方のスクリーンもしくは主報の裏に印刷されております。主の祈り。天に満ちます我らの主よ、御川くは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。おかけください。続きましてご一緒に新聖歌
185番を賛美いたしましょう。続いて購読をいたします。本日の購読文は購読文8番、前方のスクリーンまたは新聖歌ですと936ページ詩編第24編のところになります。司会者が細い字を、皆様はアンダーラインの太い字を交互にお読みください。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。主は大海の上に地のもとに置き、潮の流れの上に世界を築かれた。どのような人が主の山に登り聖女に立つことができるのか。それは平和がないこと、清い心を持つ人、虚しい者に魂を奪われることなく、欺く者によって誓うことをしない人。主はそのような人を祝福し、救いの神は恵みをお与えになる。それは主を求める人、ヤコブの神を御顔を尋ね求める人。縄文よ、頭を上げよ、常しえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。強く王心主、王しく戦われる主。縄文よ、頭を上げよ、常しえの門よ、身を起こせ。
栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。続きまして本日の祈祷を岩渕姉妹にお願いいたします。愛しまする天の父なる神様、今日このような春の嵐の中をお守りくださいまして、愛する兄弟姉妹と共にあなたの御名をあがめ、またあなたの御言葉を聞くことができますことを感謝いたします。すぐ一週間も私たちはいろいろなところを経験いたしましたが、あなたの大いなる愛の中にあって守られてまいりました。心より感謝申し上げます。受難週の主日を感じして、あなたは私たちの罪をあがなうために大きな苦しみを受けられることを思います。あなたなしでは私たちは一日も生きていけないことも思わされます。神様、どうか今日も女神先生を通してあなたの御言葉を私たちにお伝えください。今日ここに来ようとしても、いろいろな事情により来れない方を思います。どうかそのお一人お一人にあなたが同じ祝福をお与えください。また急いでいる方がいらっしゃいましたら、どうぞ足を早めてください。皆様の祈りに合わせてこのお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。続きまして使徒信条をもって信仰告白をいたします。使徒信条も前方のスクリーン、また周報の裏に印刷されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かつこより来られて、生きる者と死にたい者とを裁きたまま、我は聖霊の真実、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。続きまして、本日は総年会による特別賛美に移ります。よろしくお願いします。はい、おはようございます。今日は、総年会で、有志の賛美をさせていただきます。今日は何の日かご存知ですね。バレンタインということでございますので、一生懸命歌う総年会に、後でご褒美いただけたらと思います。Oh, no.
続きまして本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネによる福音書第8章1節から11節、ヨハネによる福音書第8章1節から11節、新約聖書の180ページになります。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。本日の説教はワンランク上の愛と題しまして、江上先生に御言葉を取り継いでいただきます。江上先生よろしくお願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの皆をあがめ心から主を賛美いたします。過ぎました1週間のそれぞれに与えられた持ち場立場における歩みの中に、よみがえりの主が共に歩んでくださって、私たちを支え励まし父を満たしてくださって、この1週間も守られて過ごすことのできましたことを心から感謝いたします。この1週間のうちに辛いことや悲しいことや痛いことやいろいろな苦しみに遭われた方々の上には、特にイエス様の眼差しとより深い主の守りがそこにあったことを信じて感謝いたします。イエス様がよみがえられたことを記念する日曜日の朝、第二礼拝として今日は嵐の中でありますけれども、こうしてお一人お一人を励ましをお送りくださって、心を一つにし心を注ぎ出し、心から私たちの救い主なるイエス様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。目には見えませんけれども、あなたは確かに生きておられるお方、この礼拝の中心におられて礼拝を司り、ご自身の権威をもってこの礼拝を始めから終わりまで豊かに導いてくださることを感謝いたします。今お一人お一人に御手をつけて、あなたの恵みで満たし祝福してください。語るもの本当に弱き者、小さき者ですから、イエス様の恵みの十字架の陰にこのものを全く隠してくださって、聖霊様が一人一人にふさわしく神の御言葉をお語りください。聞くお一人お一人も信仰が与えられ、霊の目が開かれて、その御言葉に立ってこの一週間力強く歩ませてください。いろんな事情や弱さのためにおいでになれない方々、そのところを礼拝の場所として主を見上げさせてください。一切を御手に委ね、主にのみ期待しこの祈り、尊き主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。壮年会の賛美は力強いですね。ハモってましたよ。ちゃんとね、市原姉妹に教えられた通りにだんだん上手になっておられて、あの姿を見て今日ご褒美あげたいなと思った人がいらっしゃるかもしれませんので、言葉だけでもかけてあげたらいいかなって思います。先週の10日の水曜日は灰の水曜日といいまして、この日から受難節レントが始まりました。ですから今日は受難節の
第一の日曜日の礼拝ということになります。受難節レントって言いますのはイースターまで復活祭までのこの6回の日曜日を除いた40日間を指します。この期間はイエス様の苦しみを思い巡らす期間ですけれども、この期間にですねお祝いや楽しいことを避けたり断食をしたり苦行をしたり好きなものを絶ったりと、それぞれ各自でこの時を過ごします。レントとは断食を意味する昔の、ゲルマン系古い、ドイツ語からの言葉から今の英語になったと言われています。日曜日は今日はですねイエス様が復活したことを喜ぶ日ですから、この日曜日はその中に入らないんですね。ですから6日間を除いた40日間をこのイエス様の苦しみを思って過ごす日です。ノアという人が箱舟に乗って40日40夜雨が降ったと聖書は記していますし、また40日荒野の40年をイスラエルの人々は過ごしたと聖書は記していますし、モーセはシナイ山に40日間登ったと聖書は記していますし、先週のお話ですけれども預言者エリアは40日歩き続けてホレブの山シナイ山に着いたと言われていますし、イエス様は交渉街に入る前に40日間の断食をなさった。40という数字が出てきますが、これはやっぱり苦しみや痛みを表す数字として、この40日間はイエス様の苦しみを思う日だということで、クリスチャンは全世界、その日を過ごすわけです。受難節とは話が変わりますが、今日は何の日？バレンタインデー。日本中がチョコレートに支配される日です。もし月曜日だったら火曜日だったら皆さんは会社に行ってですね、義理チョコなるものをいただける。今年は残念ながらもらえませんね。学校に行ったりしたらね、皆さんもチョコレートを差し上げたりいただいたりするんでしょうか。愛の告白をする方がおられるかもしれませんね。私は月報に関東圏にも書きましたけれども、イエス様が愛を告白しておられるということを私たちはね知りましょうということを書いていますから、ぜひ月報の関東圏をお読みください。また今日はですね、家内がそこにいますが誕生日なんですよ。一応おめでとう言っとこうかなみたいな全世界に向けて言ってまあこれでいいかっていう同じ方です。どうぞお祈りくださったらいいかなって思いますけれども、今日はワンランク上の愛と題してヨハネの8章の1節から11節を通してお話したいと思うんですね。ワンランク上っていう言葉はいろんなところでこう出てくるように思うんですね。旅行会社はワンランク上の旅なんていうね、プレミアムステージって言って、高級な、ちょっとお年を召した方たち用のこう高い費用で行けるそういう旅行を用意したり、飛行機でも、いつもはエコノミーだけど今日はワンランク上のビジネスとかファーストクラスで行くというようなこともあるでしょうかね。今日の晩ご飯はステーキでワンランク上の黒毛和牛にしようかなんていう、ちょっとねワンランク上っていうのは本当にこう高級なとか上等なとかそういう意味。私たちは神様の愛を本当にそのような上級上等な愛として受け入れてるんだろうか、なんか神様の愛を低く見ていないんだろうか。神の愛っていうのはワンランクもツーランクも上の愛なんだよっていうことを今日ね皆さんと一緒に見させていただきたいと思うんです。今日のこのヨハネによる福音書の8章は会員の現場で捕らえられた女性を立法学者やファリサイ人たちがイエス様のもとに連れてきたということから始まっています。なぜ現行犯の女性を連れてきたのかというと、その理由は6節に書いてあります。イエスを試して訴える口実を得るためだと聖書は記しているんですね。ですから会員の罪を犯した女性をイエス様のところに連れてきたというよりも、むしろイエス様を試すために、イエス様から口実を得るために会員を犯した女性を利用したというふうに言えると思います。立法には死刑に関する規定がありました。レビ記とか申命記を皆さんが読むと、こういうことをした人は死刑だということが記されているんですね。人の妻と会員する者、すなわち隣人の妻と会員する者は、会員した男も女も共に必ず死刑に処せられる。レビ記の20章の10節にあります。男が人妻と寝ているところを見つけられたならば、
女と寝た男もその女も共に殺してイスラエルの中から悪を取り除かなければならない。申命記の22章の22節です。ですから本当ならば、本来ならば現行犯で捕らえられた女性と共に、ね、相手の男性も連れてこなければならなかったはずなんですけれども、女性だけしかいないということは何か裏がある、陰謀がある、そのように思うんです。会員そのものももしかしたらそのように仕向けられたかもしれないということが予想される、まあ、そのように、まあ、不正の匂いのする立法学者やファリサイ派の人たちの、まあ、罠がこれだったわけです、まあ、イエス様もそのことを感じていたでしょうね。相手の男の人はどうしたんだって質問することもできたかもしれませんが、イエス様はまあ彼らの出方を見られたんです。立法学者やファリサイ派の人たちは姦淫の罪の現場で捕らえられた女性、そんな現場で捕らえられたんですから、もう恥ずかしさと惨めさと、もう人のいないところに逃げ出したいっていう、そういう思いを持つ女性を群衆の真ん中に連れてきて、真ん中に立たせて、もう目立つところに立たせてですね、まあ、彼女を責める。リビングバイブルには、寄ってたかって一人の女を引っ立ってきます、寄ってたかってって、まあ、リンチをするかのように、彼女を見せ物にするかのように、鬼の首でも取ったかのように、自分たちの正義をかざして、ただイエス様を試して口実を見つけるという、そのためだけにこの彼女を出しに使ったんですね、まあ、彼女としてはそれはもう本当耐えられないことだと思います。なんてひどいことするんだろうって立法学者ファリサイ人の人たち思いますよね。皆さんもテレビやニュースで、まあ、事件を起こした人のことが映し出されてね、この人悪い人だなって、本当にひどいことをするなって、こんな親がいるんだろうか、あんなに子供にあんなひどいことをして、こんな子供がいるんだろうか、親にひどいことをしてって、こんな野球選手いるんだろうか、ひどいことをしてってね、今流行りでしょ、その話ばっかりですよね。ですから自分はそんな悪いことをしないって思いながら私たち見てますよね。あの人は悪いけど私はちょっとマシでしょみたいな。けれども人間の罪っていうのは、もし私たちが、私が、皆さんがそのような同じ立場に立たされたら、きっと同じような罪を犯していた可能性が大いにあるっていうね。私たちは立法学者たちやファリサイ派の人々のことを見て、ひどいことをするな、ひどい人だなってそのように思いますけれども、私たちもまあ程度はありますけれども、いろんな人や物事を利用して自分の欲を満たしたり、自分のいいようにするっていうことはやっぱりあるんじゃないかと思うんです。聖書は全ての人は罪を犯した存在であると宣言しています。全ての人です。ああ優しそうに見えるお父さんもお母さんも罪あるんだよって、あんなに優しい人が、寛容な人が、聖書は全ての人は罪を持つと宣言しているわけです。私もあなたもそういう罪の中にあるってことをね、聖書は語っています。立法学者ファリサイ派の人は言います。先生、この女は姦通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは立法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。もうこんな女は絶対立法で本当にこう処刑だ、死刑だっていうのを決められていたわけです。その彼女をあなたはどんなふうに考えますかって言ったわけです。それはイエス様を陥れるための質問です。医師で打ち殺せともし言うならば、立法にそう書いてあるんだったら打ち殺したらどうってもし言ったら、愛による解放を告げるイエス様は偽り者だ、言ってることと違うじゃないの。また当時処刑にする権限というものはユダヤ人にはありませんでした。だから死刑にしろって言ったらローマにね、こうもう反することをしたということになる。逆に罰してはいけませんよって言ったら立法を破るのかっていうことになって、どちらを答えてもね、口実をね、こう口実になる、どちらを答えてもアウト。それが立法者ファリサイ人たちの陰謀、口実を見つけるための罠でした。まあ、そう質問されてイエス様は何をしたかというと、かがみ込んで地面に何かを書き始められたと書いてあります。冷たい多くの視線がこう中心にいる彼女にこう向けられている、
その視線を自らにこう集中させるかのようにこうしゃがんでですね、何かを書き始められた。不思議な行動ですね。えって何するのって人々の注目を浴びるようにさされました。姦淫を犯した現場で捕らえられた女性を寄ってたかって吊るし上げようとする人々の正義感や怒り、そしてそれに対して怯え、いたたまれない女性の姿を、イエス様は見るに忍びかなかったって。イエス様は多分見ていないと思うんですね、彼女の方。ここにいる群衆の中でイエス様だけが彼女の心の痛みを、嘆きを知っていてくださいました。悪いことをしたんだから罰せられるのは当然でしょ。彼女も姦淫をしたら死刑になる、処刑されるということをユダヤ人ですから、その掟を知っていたはずです。罪を犯した者は罰せられるんです。これが決まりなんです。車に乗ってスピードを出しすぎたらスピード違反で捕まります。私も経験があります。何回もとは言いませんけどあります。駐車してはいけないという場所に車を駐車すれば駐車違反で捕まるんです。これはまだないです。いつかあるでしょう。減点、罰金を支払わなければならないです。痛ったですね。一組7万円いうのがありましたね。私も昔関西にいた時ね。先日ギデオン教会の牧師招待のその集会で、牧師先生たちとこうお話をしたんですね。宣教師の先生が一人おられました、アメリカの。そして日本人でカナダに宣教師に行った宣教師の先生がおられたんですね。でそのスピード違反の話になったんです。海外でスピード違反をしたら捕まるでしょ。どうしました、急いでたんですか。はい、すいません、私宣教師です、牧師です、どうぞ。牧師とか宣教師は許してもらえるんですって。みんなみんなないかもしれませんけどね、牧師とかも、あ、そうですか、なんか特別扱いなんですって。日本に来てスピード違反してしまった、すいません牧師ですけど、はい、減点です。絶対に許されませんでしたって、そういう話をしておいて、罪を犯したらね罰を受けなければならないんですっていう。アメリカに行こうかなと思ってしまう。ブラジルでもそういう話を聞いたことが ありました。牧師だって言えばもうスルーで許されるっていうような、何でもしていいのかということではないと思いますけれどもね、そういうようなことがあるようなんです。立法学者たちやファリサイ派の人々はそうかがみ込んで何かを書いておられるイエス様にも何度も何度もしつこく尋ねました。あなたはどう思うんですか、あなたはどう考えるんですか、殺すんですか、許すんですか。ですからイエス様はですね、お答えになりました。7節のですね、括弧の中を皆さんと一緒にお見せしましょう。7節の括弧の中ですね、あなたたちのって書いてあるので、ご一緒にお見せしましょう。はい、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げてください。そう言ってまたイエス様を身をかがめて文字を書かれた。イエス様は殺すのか許すのか、 A なのか B なのか、右なのか左なのかって、そういうふうに問われたときに A でも B でもない、右でも左でもない、あなた方の中で罪のないものがまず石を投げなさいと第三の道を示したんですね。私たちもいろんな問題の中で右か左を選ばなければならない、 A か B の判断をしなければならない、そして A を B を選んでも右を左を選んでももう苦しいっていう、そういう時があると思うんですね。でもそのような時、私たちは本当に神様に祈り求めて、神様はですね第三の道を示してくださることがあります。神の道というか御心というかね。だから本当にどちらも難しい。神様どうぞ導いてください、道を開いてください、いや脱出の道を備えてくださると御言葉にあるじゃないですかって、神様はそのように第三の道を示してくださる。私たちはその祈っていきたいって思うんですね。イエス様はあなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げつけなさいと言われました。立法学者たちやファリサイ人はね、殺すのか許すのか、どっちを言うんだろうかって思っていましたから、罪のない者が石を投げろって言われたのも、その言葉は想定外でしたね。
そんな言葉を言うとは思わなかった。リビングバイブルにはこう書いてあります。そんなに言うならこの女を石で打ち殺すがいい。しかしいいか、最初に石を投げるのは今まで一度も罪を犯したことのないものだぞ。もうそんなに言うんだったら、死刑だって決まってるんだったら投げたら。でも一度も、人生の中で一度も罪を犯したことのないものだぞって釘を刺された。罪を犯したことがないという言葉は、単に罪がないということだけではなくって、罪の欲望がないという意味もあるんだってバークレーというね、学者は言っています。罪を犯すっていうことももちろんあるけど、その罪を犯す前のその欲ね、盗みたいとか殺したいとか、そういうそのそこの問題、そういうものを持ったことがないのかっていう。立法学者たちやファリサイの人たちは、自分たちは神の前に正しいんだって、自分たちの罪がないんだって、そういうふうに言っていましたけれども、彼らは陰では不正を働いたり、人の前ではいい顔をしながら、人が見ていないと立法で人を責めたり傷つけたり、神様の喜ばれないことをしていたんです。ですから罪を犯したことのないもの、罪を一度も犯したことのないもの、そんなこと思ったことのないものと言われて、心はね、人に見えませんけど自分は分かるわけですよ。罪を犯したことがないものと言われて自分はあるわけですよ。陰で悪いことしてるわけです。ですからそこに集った全ての人が、誰一人この女の人に石を投げつけることができなかったんです。つまり自分にも罪があると認めたということですね。新約聖書には、彼らはイエスの言葉に耳を傾け、それから両親を責められてって書いてあるんです、ね、両親、自分の両親、自分しか分からないんです。人には隠れて、で 人には分からないことも自分は分かるんです。両親に責められたんです。リビングバイブルには、ユダヤ人の指導者もパリサイ人も罰が悪そうに去っていった。自分は正しいんだって、こんな悪いやつって言いながら、やっぱり石が投げられないってことは自分にもその罪があるんだ、思いがあるんだということを認めたということです。罰が悪そうに立法ファリサイ人も立ち去っていたんです。誰もが自分の心には罪があるんだ、罪の性質があるんだ、そう罪を犯したことがあるんだと認めた。正義を振りかざし、立法で人々を責め続けてきた彼らは、自分の罪のゆえに、自分の罪の性質のゆえに裁かれたんです。そしてイエス様とこの女性だけがそこに残ったと聖書は記しています。皆さんと一緒に8章の10節をご一緒にお読みしましょうか。10節、はい。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。どこに行ったんですか、あなたを責めてた人たちは。冷たい目線であなたを責めていた人たちはどこに行ったんですか。責めなかったんですか、石を投げなかったんですか。誰もいませんでした。誰もいません。みんな行っちゃいました。イエス様も言いますね。皆さんと一緒に11節 の最後の方のカッコだけを一緒に見ましょうか。次のページのね、カッコ、はい。私もあなたを罪に定めない。行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。イエス様おっしゃいました。私もあなたを罪に定めない。ここにいる全ての人たちの中で、この女を責めることのできる人はたった一人、イエス様です。神です。罪のないお方です。その罪を罰することのできるお方、イエス様が、姦淫を犯した女は裁かれる存在だから裁くことのできたにもかかわらず、死刑を受けて死ぬべき存在だったにもかかわらず、死刑だって宣言することのできるお方、イエス様が、私もあなたを罪に定めない、つまり私はあなたを許しますって宣言されたんです。イエス様はこの会の現場で捕らえられて、みんなの真ん中に連れてこられて、もう本当に恥ずかしそうに辛くしている彼女にね、なぜそんなことをしたのって聞きませんでした。なぜしたのって。
カインなんてなんでそんな悪いことしたのって、カインという罪を犯したんだから十分に反省しなさいって言わなかったんです。皆さんだったら言いますよね。皆さんだったら、私だったら言うでしょう。ただ言われたのは、私もあなたを罪に定めないって言ったんです。ただ今後は気をつけるんだよって、罪を犯さないようにねって。まあこういう箇所を読んでですね、そんな簡単に許してもいいんですかって癖になりますよってね。子供たちもね、悪いことしてね、いいよそんな簡単に許していいのパパって、ビシッと言っとかな、ビシッと、またやるよきっと、ここでも言っとかないとって。一方で死刑になるような罪を犯しておきながら何の罰もないんですか、許してたんですかと世間は言うでしょう。もうそんなことだからキリスト教はダメなんですよ、クリスチャンダメなんですよって、もう曖昧でってと批判するかもしれませんね。でもイエス様は事実会員の現場で捕らえられた、もう死刑と言われる、立法では死刑だと言われる罪を犯した彼女を目の前にして、私もあなたを罪に定めないって言ったんです。事実なんです。私はあなたを許しますって言ったんです。それは簡単に許すということじゃないんですよ。キリスト教は愛の宗教、許しの宗教、許します、そういうことじゃないんですよ。この罪のためにイエス様がどれほど苦しまれるかということなんです。十字架でどれほど苦しまれたかということなんです。神であるお方、罪のないお方が十字架につくはずのない人がなぜ十字架につかなければならなかったか、それはここにあるんです。彼女を罰する代わりにご自分が十字架の上で父なる神様に罰せられるということでしょう。本来は石打ちの刑になって、もう血だらけになって死ななければならない彼女の代わりに、イエス様ご自身が十字架で血だらけになって身代わりに死刑を受けてくださった。だから彼女の罪は許されるんですよ。だから私も彼女を罰しませんよ。その命を懸けて、ご自分の命を投げ出して罪を許される。イエス様はそのように彼女を許したように、私たちが過去に犯してきた数々の罪、今犯しているであろう現在の罪、やがて犯すであろう未来の罪の身代わりに、イエス様は十字架にかかって血を流し命を捧げてくださったことの上に、私もあなたを罰しないって私たちにも語られるんです。私はあなたの罪を許すって十字架を通して裁かれたお方がそう言ってくださるんです。だから簡単なことじゃないんです。神であるお方が罪となってくださった、罪を知らないお方が罪を受けられた、罪を受ける者の身代わりに死んでくださった、そこに神の愛がある。壮絶な死ですよ、本当に痛ましい。私たちが受けるべき罰をイエス様が受けてくださったゆえに、私たちの罪が許され、魂が救われ、死んでよみがえることによって死んでも生き返る、永遠に死んで終わりじゃない、私に永遠の命を与えくださっている、そんな恵みを神様はね、与えてくださっている。先日三浦亜子文学講座がありました。森下先生から経典の最後の学びをしました。とても良かったんです。皆さんぜひ三浦亜子文学とか読書会出てみたら、信仰がブワーって成長しますよきっとね。まあ、主人公の陽子さん、皆さんね、あの評点読まれた人はいらっしゃるでしょうけど、そこにも陽子さんいらっしゃいますけどね何も関係ないんですけど、顔が見えたのでちょっと言っていただきすぎます、まあ、彼女は殺人犯のね、あの自分のお父さんが殺人犯に殺された、その女の子の瑠璃子さんですか、身代わりに、身代わりというかね、その殺されたね、その女の子の代わりに自分が殺人犯のね、自分がこう子供になって成長していく、いいお父さんで、まあ、お母さんのいろいろありますけど、すくすくと育って、自分の心にはそんな罪はないってね、自分はもういい子だみたいな、そういう感じで育っていくわけですよね。
けれども自分が殺人犯の子供だって分かるんですよ。あの殺人を犯した、あれが私の親だったんだって、その殺人を犯したその人の血が私の体に流れているんだって、ああ私も罪深いものなんだって、ああもうお父さんもお母さんもどんな思いで育てたんだろう、もう本当に申し訳ないって、こんな自分を、こんな罪深い自分を自分で自分が許せない、人も許せないでしょ。そうやって罪に苦しむんですよ。その時彼女はこう言うんです。はっきり許すと言ってくれる権威があるものが欲しいと願った。あなたを許しますって、私はあなたを裁きませんっていう権威あるものが欲しいと願った。まさに今日の話ですよね。自分の罪の中でもう死刑しかないってフルブルブル震えている彼女に対して、私もあなたを罰しないという神であるお方、裁くことのできるお方がそう宣言なさった。権威ある罪の許しが欲しい。これ全ての人に共通しているはずです。私たちは自分の心にある罪を許せないとかね、罪を許したり許せないとか、それは人間には絶対できない、そんな権威は人間にはないんです。立法学者たちやファリサイ派の人々にも罪を許す権威なんてないんです。罪を許す権威はただお一人イエス・キリスト様だけなんです。私たちの罪の身代わりに十字架で裁かれ苦しまれ死んでくださって命を投げ出してくださった、このお方にしか罪の許しはない。このお方が私もあなたを罰しない、私はあなたの罪を許しますって、そのような愛で私たちは愛されてるんですね。低い愛じゃないんです。亡くなってしまう愛じゃない、もうワンランクもツーランクももっともっと深い愛を私たちはいただいているんです。ですからそのような愛で愛されていることを私たちは覚えてですね、この週もこの愛は本当に素晴らしい愛なんだって、そしてこの愛を知らない多くの人に、まだ罪に苛まれている人はいますよ、自分の罪のゆえにね、罪を許すって言ってくれる権威が欲しいって苦しんでいる多くの人のために、私の教会と私たちは本当に用いられていくように、まず私たちがこのワンランクもツーランクも素晴らしい上の愛に満たされてね、この一週間もイエス様と共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは神様の前に罪あるものです。クリスチャンであっても失敗がありし罪を犯すことがありますけれども、あの姦淫を犯した女性に語ったように、イエス様は今日も私たちに、私もあなたを罰しない、私はあなたの罪を許します、そのように宣言してくださることを感謝いたします。それは私たちの罪の身代わりに、あなたが、罪のないイエス様が、正しい清いお方が私たちの身代わりに十字架についてくださって、私たちが受けるべき罰を受け、苦しみを受け、血を流し、命を捧げてくださった、そのことのゆえに私たちの全ての罪が許されていること、心から感謝いたします。この恵みに立ってこの週も歩ませてください。簡単な愛ではありません。命を投げ出すほどの愛、身代わりの愛、神であるお方が死んでくださった、この愛にこの1週間もイエス様と共に歩ませてください。罪の中に苦しんでいる人がたくさんいます。罪を許すと言ってくれる権威が欲しいと、あの氷点の陽子さんが言ったように、そのように願っている人がなんとたくさんいることでしょうか。ここにイエス・キリストの十字架と復活の、ここに解決がある、そのことを私たちは知っていますから、一人でも多くの人にこの素晴らしい恵みを、福音を、この教会を通して、私たちを通して紹介できますように、私たちを用いてください。今日から持たれる聖書の学び、第三礼拝、また今週持たれる全ての集会、一つ一つを神様がお守りください。柳橋姉妹の息子さんの俊太君が団地のところから落ちて、頭を打って今安静にしておられます。どうぞ神様、全能の力と復活の力、愛の力を集結し、その脳を守り、明日また病院に行かれるそうですが、神様、医療を通しても完全なる癒しの技がなされるように、
そこにも主が働いてください。田代文子姉妹は先週調子が悪くなられて、心臓にペースメーカーを入れられる手術をなさいました。今はお元気になっておられます。どうぞ神様、1週間の入院生活を守ってくださって、ますますその健康が支えられて主に用いられますように。弱さの中、痛みの中にある方々一人一人に主の守りと支えがありますように、どうぞ導いてください。受験生は今まさに試験の真っ只中にあります。今日もまた明日も試験を受けるお友達がいます。どうぞ一人一人の受験のこの試験をお守りくださって、どうぞ学んできたことが発揮できますように。健康が支えられてその試験をお守りください。いろんな結果によって、落ち込んだり苦しんでいるお友達もいますが、それも神様の最善の御心がそこにあることを信じて主に信頼していくことができるように、どうぞ助けてください。明日からの外の働き学び、どうぞ守ってくださって、一人一人がイエス様と共にこの週も歩ませてくださいますように。この恵みの時を心から感謝し、尊き主イエス様の御名によって信じて感謝してお祈りいたします。アーメン。続きまして、ご一緒に新聖歌311番を賛美いたしましょう。感謝の捧げ物をいたします。献金奉仕は上田姉妹、川島姉妹になります。献金はクリスチャンが感謝の印として行うものです。ご用のない方は飛ばしていただいて結構です。
それでは感謝のお祈りを上田姉妹にお願いいたします。お祈りいたします。目に深き父なる神様、春の嵐の中、愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。ただいま先生を通して愛について御言葉をいただきました。私たちの薄っぺらな愛じゃなくて究極の愛、あがての愛を教えていただきました。これからの1週間この御言葉を糧に愛を抜けますように支え導いてください。昨今体を病んでいる方、心も病んでいる方がおります。その方の上に豊かに祝福してください。今お捧げしましたものを祝して神様の御用のためにお使いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続きまして唱詠新聖歌63番を賛美いたします。その後江上先生に祝祷していただきます。我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんことを。アーメン。アーメン。続いて、報告に移ります。